違います。私も木星だと思ってほしい。嘘ついたな。1月31日、我々スタッフはショート動画の収録と称し、黒田アリサを呼び出すことに成功。めったにない午前中からの収録にも疑うことなく返信してくるあたり、なんてちょろい女だ。翌日、ディレクターが寝坊したというライン。きっとこれで気を緩めたであろう。しかし、今声がしたら何だったんですか？なんか女性の声しませんでした？いつものスタジオには寝坊したはずのディレクターがカメラを持って待ち構えている。そんなこともつゆ知らず、黒田さん遅いっすよ。いや、あれ、おはようございます。遅いですよ。嘘ついたな。10時スタートって言ったじゃないですか。いや、そうよ。今何分ですか？今10時6分。遅いですって。え、今日何の撮影ですか？今日ショート動画。いえいえ、そんなわけないでしょ。急いでください、もうすぐ出ますよ。すぐ出る。すぐ出ますって。いやー、なんだろう、怖い、めっちゃ怖い。とりあえずすぐ出るんで、もうこれ作ってください。なにこれ、水曜日のダウンタウンじゃん。好きでしょ？大好き。もうすぐ作ってください。早く早く早く、もう押してるから。エレベーターのとこまで行くのはまだ来てないですよね、この歩数だと。誰か何か言ってや。もう目見えないって怖いんだな。誰か何か言ってよ。猫、足元大丈夫だよね？待って、着地していいの？乗れた、すごいね。ここでいい？私。いや、無言。不安な心を落ち着かせるために、宇多田ヒカルを聴かせろとスタッフに要求すると、その直後、仮眠を取り始めた。なんとのんきな女なのだ。この状況で安眠など許されることもなく、おー、びっくりした。AD によるいたずら。それでも隙あらば仮眠を取る。なんて図太い神経をしているんだ。こっちを見るな。車は都心を抜け郊外へ。田舎道をただひたすら走らせる。寒い。雪山？雪ではないか。
なになに、どこどこ、なんか、ことごとくスタッフにもてあそばれる女、それが黒田ありさ35歳。それでは、はい、目隠し外してください。怖っ。何、なんか地面凍ってる。今回我々が訪れたのは東京都西多摩郡日野原村にある真言宗天光寺。なんでそんな寒そうな格好してるんですか。いやだから手待ちされたからですよ。今日黒さんここに来てもらったのは、はいはい、なぜかというと、はいはい、滝行を行ってもらいます。もう今2月よ。一番日本で寒い時期。なんで？何のために来てると思いますか今日。聞いてないよ。理由は2つあります。1個目は味噌汁です。はいはいはい。2個目は2022年、はい、いろいろテレビも出てきましたよね。どうですか？出演してみて。出演してみて。記録は出せてるんですか？もうちょっと頑張らなきゃなって。ということで、さらなるブレイクを目指しまして、はい、ブレイク祈願ということで、今ついてる悪いものを全部取っ払いましょう。こぎ落としましょうか。はい。あ、本日お世話になります。黒田と申します。黒田様、はい、お待ちしておりました。はい。まず我々が通されたのは寺の本堂。はあ、奥に、はい、すごいとこ通されましたけど、本当にちょっと緊張感が出てくるっていうか。用意された白の修行着に着替え、その時を待つ。天光寺の渡辺誠観と申します。本日は所作を担当させていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。合唱普段されますか。あんまりしないです。初詣とか神仏に対して神仏神仏に対して手を合わせる意味がございまして、仏様と心は一つという意味で手を合わせていただいております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。この日の予想気温は12度。足、手、口、首を清めます。冷たい清酒をかぶり、さらに体温が奪われていく。風大師返上金剛南無大師返上金剛南無大師返上金剛逆の参り始め。南無大師返上金剛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 。冷たい石畳を裸足で何度も往復し祈祷することでその誠意を示す。南無大師返上金剛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 。ここに戻って麦茶飲んで休憩して車に乗って滝場に向かいたいと思います。滝場は車で10分離れたところにあるという。なんかこう整ってるっていうか、すごい精神的にも、
いい感じにこうフラットな感じなので、横島な感じのものが本当になんかそぎ落とされてってるような感覚に近づいております。それが滝に打たれてどうなるのかなっていう、なんか期待の気持ちが大きくなってきました。これまで宇宙宇宙と言ってきましたけれども、宇宙の厳しさを知る前にまずは地球の厳しさを知りたいと思います。忘れ物ないように降りていただいてます。はい。山登りがあと 6,7 分ぐらい上に上がっていきます。そこだけ足場が悪くなっておりますが、ね、そこ渡っちゃえばあと山登りひたすら行きますので、ね、今日時間も早いのでゆっくり見えて大丈夫なので、ね、ゆっくり行きましょう。採用がありがたいです。大丈夫そうですかね。あと山登り参ります。舗装などされていない山道を無心で登っていく。さあ休憩です。はい。どうですか山登り。ちょっと上がっただけでもなんか息が弾むというか、はい、でもまだ大丈夫です。まだ大丈夫、はい、あと2割ぐらいで滝場に着きますので、ちょっと頑張っていきましょう。参ります。山道はさらに険しさを増し、我々の行く手を阻む。ありがとうございます。ジャンプ。まあ、本日入っていただきます古天狗の滝でございます。古天狗の滝、その落差10メートル。冬場はさほど水量は多くないと言われているが、湧き出る水は突き刺すような冷たさ。その温度わずか6度。
ナムダイシ返上混合。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 最後。ナムダイシ返上混合。ナム三王大神ありがとうございます。ナム三王大神ありがとうございました。ナム十王大神ありがとうございました。ナム十王大神ありがとうございました。皆さん応援ありがとうございます。皆さん応援ありがとうございました。もう初めはまあなんかいけるかなって思ったんですけど、途中から背中をつけるんですけど、その時はもう氷の矢がガンガン降ってくるみたいで、岩も冷たいし体温がどんどん奪われる感じがして、なんかすごい耐える感じでした。なんか今は逆になんか体が暑いまではいかないんだけど寒くないんですよ。もうなんか不思議な感じです。なんかもう最後終わった後、感謝っていう2文字しか残らなくて、他の参加者の2人もずっとこう応援してくれてて、もう本当に心からありがとうございましたって言いました。しっかり現れました。なんか何でしょうね、不思議な体験でしたね。どうですか2023年ブレイクしそうですか。いやもう本当に自分次第だなって改めて思いました。本当にきっと一つ一つやることはあって、それを見定めて丁寧に本気でやっていく、そうすると必ず、開かれるところが道があるなって思いました。本日の YouTube はこれまで。この動画が少しでもいいな、ためになったなと思う方はいいねボタンと部員登録、コメントをよろしくお願いします。部活動お疲れ様でした。